ゆうたくんが来たということは来ました、ついに。そういうことですか。はい、おはようございます。さあ来ました、ありがとうございます。ついに待ってました、ついに。ありがとうございます。まあ改めて、はい、優勝チームということで、はいはい、おめでとうございます。本当にうん、形言ったでしょ、俺これしか取れないって言ったでしょ。いや、ほんと最初から僕言ってたんですよ。いや、お前さどうだったよ、見直したけど、どうだ、ひどかったな。いや、これはないと思いますよ。単勝はやめましょう。せめて一番人気とのワイドじゃないですか。いやいや、それをビビっちゃってましたけど。いや、11万8500円だから9200円、クズ、はい、なるほど、を2と、それがいいっすね、はい、4番の永田エースと、はい、きっと桜咲く、そ、単勝、単勝。いや、ちょっと待ってください、見せてください、一回、おつを。いや、副賞だったら、まあ全然あると思うんですよ。副賞だって3着だろ、3倍だよ。はい、まあそうですね。いや、これで普通に素直にアーバンデザインとか来たらしょうがないで諦めれるものは。いや、それはワイドはダメなんですか。ワイドのフォーメーションで1投目永田エースときっと桜咲くで、2投目に使いやん、そんな。本当っすか。よし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 、マジで賛成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 、いける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 、優勝チームは同時チームです。よっしゃー、よっしゃー、イージーイージー。まあまあアメリカとチームってのもすごいよ。うんうん、いやそうですね。なんか最後にこうガチガチッとハマって、うん、こうなったんで、うん、まあ今日100万円っていうことじゃないですか、うん、優勝してからこの今日までにちょっと日付が決まったんでね、うん、そういう考えましたよ。もうじゃあ決まってるんですね、使い方は。僕まだ何も聞いてないですけど、まあ、もう決まってます。でもそれが一番いいよな。はい、あの一番綺麗だと思います。一番綺麗、はい、なるほど。これは僕が預かってたやつですね。なんか、98枚しかないです。え、ちょ俺だけ分かる。ゆうたくん、え、これあの帯って、うん、向きってバラバラなんですか。そりゃそうでしょ、ま、あ、バラバラ、あ、触った、細工した、細工してないよ、俺。いや、俺もバラバラの時もあるんじゃないの。知らないけど、バラバラの時もあるんじゃない。知らないよ、うん、俺もそう思ったことないから。僕は思ったことない。これを1ヶ月で稼いでちゃってる人とかもいるわけだからね。これ以上稼いでいますからね。ただこれ、まあ俺たちのっていうより実際やっぱザ・バンコクがくれたお金だから、結局優勝したのはまあ僕らだったですけど、なんか別にそれが社長のチームだったりとか、まあ、ソビさんのチームじゃないと思うけど、鈴見さんのチームだったりとか、そう、ありえたと思うんですよ、うん、でたまたま今回は僕たちってことなんで、うん、なんかちょっとみんなにこの喜びのお裾分けじゃないですけど、まあ、そういうのちょっと したいなっていう。なるほどね、うん、これもした方がいいかなっていうよりしたいなっていう気持ち。なるほどなるほど。それはもうアメリカも行ってたし、うん、企画で10万円もらって結局それが26万ぐらいになっただけの話じゃないですか、僕らからさ。でこの100万円はギャンブルとは違うところから出てきた お金でもあるから、はい、なんかそこはみんなにお裾分けしたい。なるほど、うん。でも僕も変わらないですよ、ね、1年前からずっとワンチームがモットーなんで、それはやっぱりみんな一緒、全く一緒するんですよ、ね、まあその金額のあれはあるとしてですけど、なんかちょっと余裕あるよな。なんか、いや俺それを感じたんですよね。余裕ある。いやなんかまあお裾分けするってまあ僕も考えてアメリカと話した時に、まあ、アメリカにとってそれ
で、まあ、そういう熱い気持ちはあると思うんですけど、まあ、結構現金を渡すって、まあ、結構なことじゃないですか。本来だったらこれアメリカ50-50そうっすよ、もらえる、そうっすよ、いや、まあまあ、それはまあ、もちろんそうっすけど、べき人、もらえる権利がある人間なのに、それをまあ簡単に、いや、いいですよって言えるほどの度量、お前ないじゃんってことは、何か隠してるわけじゃん。いや、隠してないっすよ。いや、ありえないもん。いやいや、それは僕からの気持ちじゃないですか。それはやっぱちょっと気持ち悪いかなっていう。セルチェック、セルチェック、強烈な違和感が。え、怖いんだけど、見るのは。いやいやいや。え、あ、線が、え、違う、え、やばいやばいやばい、え、はっ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 、なるほど、そんな金あんの。やばいよ、やばいよ。いやいや、そのえ、ちょっとたまたまちょっと昨日、そ、まあ、ちょっと待ったって感じです。ちょっと普段ね、はい、撮影の時とか、はい、1000円とかじゃないですか。ちょっと本当にないんですよ、その時。で、今日財布チェックされるって想定しなかったんですよ。あ、そういうことか。いや財布チェックない時そんなに。これがリアル。いやこれがリアル。いや、ほんとたまたま。これがアメリカのリアルです。どうしようか。もう贅沢に行こうぜ。はい。まあ、うなぎかどうかじゃない、まず。うん。これはまあ、うな重。これはうな重でいいっす。ゆうたくんは。お水。お水。いいっすか。いいっすよ。全然もちろん、もちろん。僕うな重。うな重何？松竹梅。僕竹。いや、竹行くなら松じゃないの。じゃあ松かわいいな。けど俺、あの、この後のこともあるので、梅で1800円ですよ。それだと僕も梅100万あんだから行こうぜ。いやさすがです、上位さえ。いやすいません。いや、俺違うのも食べたいから。俺も違うの食べたいんですよ。アメリカはここ来たことないんです。ないです。人生で初めてのうな重って何。人生で初めてのうな重、その5000円とかそういうレベルの。ああ、うん、僕はその好き屋とかのうな重なんで。あ、好き屋のうな重、はい、贅沢しても好き屋のうな重。そうです。で、好き屋のうな重もうまいよ。美味しかったっす。あの山椒とか。はい、はい、だからこんなんだって今で2万ぐらいだろ。はい、2万ってなんてこれだけ買わないっす。買わない、見た目買わないっす。こんだけ。確かにそうっすよね。いいね、こんだけ全然わかんない。いや改めてやっぱこの100万賞金ってやばいっすね。これ100万ですって言ったら信じるもんな。うん、そうっすね、信じますね。信じるじゃないですか。うん、信じる。これ100万円ですってことは、ここぐらいまではまあ何しても大丈夫。どういうことどうしたんだろう。わかんない。賞金、優勝賞金100万円です。これでもらったら全然わかんない。100ってまあこんなもんなんだ。まあ確かにね。これでも20ぐらいですか。いや、キンキンやん。めっちゃうまそうっすね。すいません、いただきます。おはようございます。
うまいっす。正解だ。うまい。うまい。最近飲んだビール一番うまい。やっぱ冷えてるのが一番いいっす。ほんまキンキンの。ジョッキまで冷えてるんで。いいっす、いい店、さすがっす。そうだね。さすがやっぱ。ダービーの日もここなんですよね。ダービーはここ。でもワンちゃん験担ぎみたいな。験担ぎはありますか。確かに。お前あるルーティンで験担ぎみたいな。まあ昔はなんかその僕サッカーやってたんで、まあ、サッカーの試合の日は赤パン履くとか。いやギャンブルの験担ぎの話じゃないんだけど。ああギャンブルですか。お前がサッカーしてたことあんま知らんし。みんな知らんし。うまいぞこれ。レベチ。うまいよな。うん、まあ、腐るじゃん。いやいや教えたよ。これ食べれるんですか。くれよ、腐る。そういうとこだよ。これ無理っすよ。いやいやいや、さん、体調崩しますよ。大丈夫ですか。俺さ、あの時さ、アメリカが吐いたやつもさ、食ってたからね。食えるかこれ。じゃあアメリカ産って言ってましたから。いつだよ。それからアメリカ産だったね。はい。カレーのチキン。うわ、めっちゃうまそう。大うまいわこれ。東京とかに来てなかなかこういうお魚ってさ食べないもんね。そうっすね。食べようよみんなこれ。うん。絶対うまいもんな。うまいっすか。やばいっすか。骨とかも多分いけますもんねこれ。うますぎるな。うまい。こんなの食べたことないかも。これ骨も食べれるの多分これ、うん、食べれますね。アメリカ先出しちゃうから。いやいや、まあ、一応です。一応どれどれ。はい、何なんすか。うなぎのロディ。うわ、最高や。こんなうなぎ竹でいいな。これが梅なんだよね。うん、確かに松だとちょっと多いかな。こんぐらいがちょうどいいかもしれないですね。息子さんもお医者さんで木曜日に来るの。うめっ。でそのお医者さんがなんか優勝の味たまんねえっすね。最高っす、マジでめっちゃうまい。これが優勝の味だよ。贅沢っすね。マジで優勝してよかった。本当上位3チームでよかったっす、マジで。けどさ、単純に俺思うのが、なんかコメントとか見てると、ジョージチームがちょっとないなみたいな、ちょっと多かったですね。多かったですね。考えらんなくない？俺じゃない？いやいや、単純に。いや、それは多分その、この今までの動画の、まあ、その経緯とかがあって、まあ、みんな多分思ってたと思うんですけど、いやでもじゃあでも僕はじゃあ最後まで聞いてください。でも僕は山田さん結果知ってる身じゃないですか。お前さだってアメリカドラフトジョージさんチームですって言われた時の顔曇ってたよ。そんなことないっすって。そんなことないっすって。いやいやそんなことないっすよ。めっちゃ嬉しかったジョージさんチームかーって、はい、心の声聞こえたもん。いやそんなん言ってないですけど。何それ主義。主義、まあ、僕たちだけじゃなくてやっぱみんな困ってるのはね、まあ、仲間たちも一緒なんで、まあみんなにちょっとお裾分け。なるほどね。まあけどそれあくまでお裾分けなんで、そんなにめちゃめちゃなね対等とかそういうわけじゃなく、気持ちを、ね、均等に渡すっていうのもちょっと難しいし、俺とアメリカも今日ギャンブルになって舞いたいっていうのもあるから、まあ、そういうギャンブルの試験を残しつつ全部滑っちゃうのもやっぱなんかちょっと嫌だもんな、うん、それの時の、ね、心の防波堤っていうんですか、うん、あなんかこのギャンブルもあ家賃全部払った後に次の日負けたらなんかどこかでいやけど家賃払いだから OK とか、うんうんうん、なんか心のこう落としどころみたいになると思うんで、まあ、100万円で単金を今日、まあ、賞金といえど全部なくなったらちょっと立ち直れないんで、だからまあそれはちょっとやってあげようかなって。それはそうですね、うん、もうちぎるよこれ。
帯。はい、全然です。お200万これがどうなるか、めっちゃ楽しいですね、今日。とりあえず飯食って、タバコ吸って、そうですね、分けて分けて、じゃあ考えましょう、はい、考えましょう。塩かけ塩かけあと誰マリオマリオトルネードトルネードスムシさんスムシさんだとまだ社長たちじゃないですか社長か、はい、今109で飯食って98万98万まあまあ10とかじゃないですか10?10? まあそれは多いか15いやいや15人いるんだよまあそうですね確かになくなっちゃいますねやめときましょうスムシ君スムシさんもうもうもうどうしますか、まあ、稼いでるからそうそうそうなんですそこはあるっすよ稼いでる気持ちがあんま乗らないええまあまあ1っすか1じゃないそれぞれ2人が決めれば別にいやもういや僕はまあまあそのまあ確かに稼いではいますけど、うん、なんか社長とそんな大きくこう差があるのちょっと気持ち悪いかなと思いますけどねそんなこと言い出したらお前なくなっちゃうかねいやまあ確かになんですよなくなっちゃいますからどうして 5? いやいやでもちょっと5はちょっと多分じゃあ1にしとこう一旦1一旦1、はい、あ上がったら考えましょう、うん、そのギャンブルはいそうしましょうじゃあすみません申し訳ないですけどとりあえず1次がジェロニモジェロニモ3でかいなぁいくっすねでかいなぁジェロニモ3万かいやそれぐらいじゃないのまあまあまあそうですねまあジェロニモも頑張っていますからねジェッシュとかも相当で頑張ってますから、ね、おもろかったもんなはいおもろかったですし、はい、結構 MVP まであると思う、うん、あのチャカとかジェッシュ 5? デッシュ 5? おぉあいつめっちゃ喜ぶよこれでけえなデッシュ5マジででかいよこれでかいな次マリオマリオかはいちょ叶えてるだけですよねちょえ、だいぶ痛いですかそれマリオ15 いやいやそれなんかちょっと変な感情入ってないですかそれで大丈夫ですかそれ僕ら打つお金なくなりますよマリオだと女の子だしいやまあまあまあそうですけどいやマリオにあげたくないってこといやいやそういうわけじゃないですけど15っすか次塩かけ3だろ3はいそうですね3もバカでかいから3もバカですいやマジバカです普通に考えたら僕も欲しいですもん3も次ビッグザベイビーですねビッグはどうだザベイビーどうもう一回言ってよビッグはベイビーですか5000円とかでいいんじゃないですかまあ、ね、ベイビー頑張ってるんで一旦やっぱそのだけどベイビーがみんなにって聞いた時きついと俺だけみんな3の人いやまあでも鈴さん1なんでまあそっかはい次ソビさんっすソビさん暴れてるからなまあ確かだいぶ暴れちゃってるんでね、まあ、どうしますもうソビさん
1お前1ろくな付け方しないから、まあまあまあ、一緒だから投げれば一緒だから1でいいと思う。そうですね、まあ、一旦1位でじゃあ、はい、1でかいからな。いや、みちょぱ普通にでかいですからね。サトシさん、サトシは3じゃない。うん、そうっすね、うん、3がやっぱりスタンダードだからな、うん、確かに確かに、うん、はい、で、ラストが矢沢リミバックス。ちっちゃい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 。サトシここだな。あー、ここ行きます。アラフォー。お前ジュクジュ好きじゃん。あ、俺もっぽい。ジュクジュ、はい、もう結構抜いたら速攻で車信号で、はい、40分1枚です。いや、そのまま行ってきちゃってください。大丈夫。はい、どこ行きます？あ、なんか適当に安いとこ。はい。俺60分です。100円に負けてもらいました。え、お姉さんの俺も100円らしい。今これだけしかないみたいで。マジか。え、ちょっと、ここです。え、写真の枠。あ、乾杯。あ、乾杯。え、安田さんが、なんでこういう…これ。ちょい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 。あれ、なんでこれ。え、足りなかった。一番年上だけど。あれ。あれ。おい。でかいですからね。一番もらえたよ、でかいよ。やっぱ最近出てないと言えたやっぱ、チームなんで。ジュースさん、でもあの時で1年前ぐらいですよね、あの時の動画って、うんうん、銃借りてたっすよね。近いてる。そうそう、近いてる。でも、大丈夫ですか？1年って、基本的にまあ、こういう法律はないんだけど、まあ、ルール、暗黙みたいな感じで1年で時効だよ。1年が時効。お金の貸し借りは、はっきり言って。うん、それじゃもう野暮になっちゃうから。まあまあ、確かにそうですね。いや、だいぶ下手っすね。さっきなんか、30万ぐらいやったらバレないみたいな話をしましたけど。5、6、7、8、40。いや、全然ある。叩かれ。え、全然あるっすよ。5、6、7。47万。おお、まあ全然前ますよ。47万、普通にっていうぐらいのレベルだね。全然前るだろ。はい、300、400いっちゃいますか。そうですね、全部で。これはもう使わないように、ね、この辺置いときますか。はい、下の。あ、ソビさんこれにしよう。ソビさんの女ちょっと返します。ろくな使い方しないんで。で、これでこの40で勝負。もう全然十分ですか。十分どころじゃないだろう。40で競馬打つなんてないだろう。いや、マジでこれあるっす。川崎競馬場、今日はメインレースか重賞と、まあまあかけたレースがメインレースみたいなもんなんで。なるほど。今からやるのが俺たちのメインレース。なるほど。前めちゃくちゃ多いと思うんだよ、行きたい馬が、はい、だから後ろからズドンのやつとかかもね。じゃあやっぱ2位じゃないですか。2位どっちかでもいけるんで、まあ、これ7からどうするかな。じゃあ3年あと俺はこれ気になってるんで、はい、まあ、ここもそうです。3連携でいくならミスマルゴは入れた方がいいと思いますけど、相手に、うん、生まれんだったら、まあ切ってもいいのかな。生まれんだったら2から7、あとまあ僕4も入れたくて、はい、2-7で決まっちゃうとちょっと安い。負けです。ここで拾ってるんで、はい、2-7で決まってこれも多分取れると予想したら、あ、確かにそうか。3連複1万6000なんで、まあ、20倍付けも30万だから。確かにでこっ。負けど20万使ってるんでね。20万が30万になることは勝ちかっていう。まず取ろう。今日はもう全部取ります。全部取りました。はい、今日も笑いなし。別にレース全部当たれば面白くなくていいんでしょ。そういうことでしょ。もうそれ盛り上がりますか。もうそれ、はい、当たれば勝つことがする。で、それ100万が1000万とか2000万になればそれ面白いでしょ。そうそう、それだけでしょ。はい、でやっぱさすがゴールジョージ。了解です。
こうか。よくはない。あまあ自在があるまで、まあまあ、まあまあ悪くはない。8:40。あんま前がやり合わなかったですね。そうだね、スッと逃げたね。はい、こうなるとミスマルゴーはさあ、どういつあの2上がってきてる。2上がってきてる。いや、これ12来ちゃうな。いや、2させるか、これ。いや、持ってくれるか。ハンチャリ乗ってこい。ラスト強いな。うわー、いいや。うわー、硬いっすか。どっちも来ちゃったか。789って何でしたっけ、コーチのやつ。違う、俺最後ライブ9番コーチ取る。うん、行きましたね。やっぱじゃきついわ普通に。やっぱ金額でかいよ、ダメージでけえな。19万いかれるってまあまあやばい。えぐいっすね。いやー、純粋にやっぱガストンこんだけ強いっつってて、20万をガストンに置けない。まあ、2.1 倍だったか。 2.何倍とか。じゃあまあそれも無理だもんな。まあ3連単頭固定で買うとかでもよかったっすね。ちょっとやっぱアメリカがぬるいわ今日。えっ、それすげえ感じるわ。そうなの。10万あるっていうのでむっちゃぬるくなってるわ。あ、そっか。いや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 、この表情。違う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 、なんで。え、怖いんだけど、ちょ見るのが。いや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 。え、あ、線が、え、違う、え、やばいやばいやばい。99,000。なるほど、そんな金あんの。やばいよ。やばいよ。いやいや、それ。え？たまたまちょっと昨日、まあちょっと待ったって感じです。ちょっと。イエーイ。だってもう20万負けたんだよ。いや、バカでかい。それで78か。まあ。そんなわけないもん。じゃあ、でもその、いやだめだめ、でもその焦りすぎちゃったってことです。俺らが。時間があと4分しかないみたいな感じで、やっぱその、いや、そんなことない。だって車の中でずっと考えてたよ俺。いやいや、そうっすけど、これですよ。9万6千、19万6千をがこの紙、これが紙くずになったわけじゃないですか。そのリアクションじゃないよな。え、何お前、送り人。いや、本当に。いや、送り人みたいな。いや、でもそれを次取りましょう。しけもくじゃないよ。しけもくじゃない。金あるね、やっぱ。いや、出るもんね、そんなところ。いや、さっき普通に買ったんすよ。買ったんすよ。その、やっぱ今日おかしいよ、やっぱ。いや、僕さん、じゃ来店って思います。行くじゃないですか。すぐにやっぱリスナーさんとかくれるんで。余裕がめちゃくちゃあるんだよな。じゃないですって、本当に。真剣に考えてますから。そりゃそうだね。本当に取りたいですもん。帯。帯取りたいですよ。今日しかないと思ってるんで、逆にむしろこのチャンス。真剣に行きましょう。本当に。ちょっとアメリカのふわつきがすごいんで。ちょ待ってください待ってください。30万全通。30万全通。いや、20しかないっす。25だって賞金の賞金の20です。30なんか10万。アメリカの財布に10万あったの確認しました。それをまた確認はしましょう。
っとふわつきが。それやっぱジョージさんも感じますか。緊張感なさ。じゃあいやどうです。じゃあもうちょっと待ってください。ちょ一回このレースじゃあ口二十二十でやらせてください。これ戦場じゃないですか。生きるか死ぬか。そうです。これみんなが集まったお金をこれ誰が食い取るかって話なんですよ。こんな羊みたいなやついたら絶対勝てないです。じゃあ、いや本当大丈夫、ちょっと大丈夫、一旦ニュースでやらせてください。本当お願いします、言ってくれ。忘れた時のあのリアクション。じゃあ、もう、違うです、本当に、違うです。いや、でも明らかに、いや、本当に、いや、はい、じゃあ大丈夫です。ちょ、本当に、一回これニュースでやらせてください。本当お願いします。一回本当にニュース、本当お願いします。じゃあ、本当お願いします。じゃあ、本当に絶対大丈夫なんで、ジョージさん、本当に絶対大丈夫です。いや、さっきのが。じゃあ、もう、本当に忘れてください、本当さっきのは。本当、ちょ、ゆうたさん、本当お願いします。ゆうたさん、借りることになっちゃうから、本当お願いします。いや、関連だよ。逆に、いや俺が思ったのが、いや、これ気合い入れるためにこの銃も乗せさせてくださいって言ってくると思ったんですよ。あ、なるほど。どうせ当たるんで。ちょ、ほんとにちょっと待ってください、ほんとにマジ待ってください。ほんとカメみたいなやつだから。ちょ、ほんと待ってください。ほんとに、一回にじゃ、これ溶けたら考えましょう。じゃあ溶けちゃった、溶けだけ考えましょう。え、これ絶対当たるんだ、ほんとに。ほんとにお願いします。ほんとに、ほんとに、ほんとに、じゃあで、ほんとに詰まっちゃうって、またほんとにお願いします。ほんとに10万入れて、お前が全部予想したら絶対当たるんだろ。いや、じゃあ、ほんと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 、だってその、隣にカメみたいなやつから当たんないっすよ。当たらねえよ、こんなの。こんなこれも絶対当たるんですよ。はい、それは僕一等時買いで7等、はい、1万2600円、はい、かける5、一目500円って弱え回力。3連単ですか、うん、まあ、安いの来ちゃったら多分 2、30倍とかになるんですか。 2、30倍はないだろ。40倍ぐらい、まあ、ありえるよな。2万ぐらいじゃないですか。これマルチじゃないですか。マルチ、フォーメーションとかじゃなくてマルチ。正直多分9か11どっちか頭だと思いません。いや、マルチでいくわ。わかりました。マルチの方が夢あるから。まあ、そりゃそうっすね。はい、650になりますね。はい、はい、404番ですね。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。これもう買ったの置いてます。一回ちょっとこれ買ってきます。一回いいですか。先生、一回買って食いますか。やっぱギャンブルやってる時って人って絶対お腹空かないんだ。いや、じゃあ お前だからお腹空いてるってことはギャンブルしてないのか。いや、違う、100万円をなくるって勝負の時にお腹なんて空かない。じゃあジョイさん食うかなと思って。それを知らない時点でやばい。俺はギャンブルで飯を食わない。確かに見たことない、ギャンブル。この空気が最高のごちそうだから。それだけでお腹いっぱいになるはず、ギャンブルなら。お前はギャンブラーじゃない。小敷だ。すいません。実は今日もし、はい、回ることができたら、はい、そのお金の使い道は。お金の使い道、だって今日回るってことは、はい、もう二帯三帯とかそういう世界線なわけですよね。そうですよ。二帯三帯が回るってことですか。はい、僕がみんなに、見てる人に言いたいのは、
100万勝ちとか200万勝ちとか、まあ、そもそも見てないよっていう、まあ、最低でもやっぱ1億から、1億から、うん、だってパンピだって障害年収1億何千万とかいくわけでしょ。確かに確かに。でそこじゃ止まりたくないからこういうのやってるわけじゃないですか。確かにそうです。だから10億20億、でだってザ・バンコク1000億とか1兆あるわけでしょ。だそこに肩を並べるぐらいいかないと。だからザ・バンコク1兆なら俺は3兆。で今鼻で笑ってるやつ笑ってたらいい。そう思わなきゃ絶対稼げないから。稼ぎ散らかす、ゆうたくんと共に。そうそうそう、もちろん。で僕らがやっぱそのバンコクより稼げてないっていうのはそのリーダーとしてやっぱあると思うんで。え、はい、俺なんかバンコクより稼げてないすごいこと言ってるよそのリーダーはやっぱりあの人人間界でも相当稼いでる。いやもちろんそれは分かってます。ただやっぱそれ以上やっぱジョイさん言ってくれないと、その僕たちもそれを信じてやっぱついていってるんで。それ以上、はい、バンコク以上、バンコク以上だとしたらお前マジ見えてないかでもやっぱ1億のあの時計とか、うわこれ間違いなく当たります。これ外すやつは正直ギャンブルやめた方がいいです。そうそうそう、世の中にギャンブルやめた方がいい人間っていない。おかしいなと。いやいや、それはもちろんそうですけど、これ多分誰がやっても取れると思う。誰がやっても取れるレースが取れないんだと思う。だからお前みたいなモンスターが生まれたんだろうまあそうですね、間違いないです。でもやっぱその負けとかをやっぱしてきた中でここに、はい、この化けに色気がない。まあ確かに OK です。いいよ、出てるか。今9が先頭ですね。9先頭。11めっちゃいい。あ、11いいね、11いいね。さあ、頼むよ。これ一番きついのが9なんとか11って3着悪くはない。まあ、一番いいのはその、そうですね、穴目のやつ頭に来て11が来ること。2着に、まあ、11、5ね。はい、そうですね。5は生まれも似てるから少から、はい、少ますよ。今のところかなりいい場所は全然悪くない。むしろいいまで。3も悪くない。3もまあちょっと後ろ気味ですけど、まあまあ、これ5もない。あるぞ。12が足りない。よし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 、12足れろよ。オーケー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 ゴー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 ガミタツはあるっす。ガミタツっす。ガミタツ、はい、3連単、はい。生まれはプラスじゃないか。生まれもマイナス。そうだ。生まれもマイナス、はい、91。はい。川崎競馬第9レースの進行を12なかったっすもん、ね、ないっすもんね。やっぱ結果的にはまあ外れてるよりかは全然いいんで。ただまあちょっと順番違いっていうのはですね、 5がマジで頭だったらほんと45万ぐらい、まあ、5万、50万ぐらいいってましたね。よくしゃべるね。よしよし、8もある。いいぞ。これあるっすよ。これマジである。マジであるっす。よし、8上がってった、8上がってった。9位が持ってない。9位マジ邪魔。9だけ、9だけやめろ。8持ってこい、2位だけだもん。いや、9だけやめてくれ、マジで。違う、4でしょ。うわ
マジで抜けです。抜けてる。12だけはノーマーク。最後に、うわ、これマジで帯あった。これ頭は12でしょ。頭12、2着8で3着4です。あ、これで1目、これ多分普通に万馬券ですよね、馬単とかで。あ、余裕で。そうですね。マジで今かかってたな、今詰めかかせた今。いや、まあけどこんなんすよ実際。もうその俺らみたいなのって大きい金額をかけることにあんま慣れてないんで、やっぱ少ない金額で上がって、やっぱ今日100万とかで、じゃあみんなにご祝儀だなんつって40万ぐらい残ってギャンブルやったっすけど、これ結局100万で持ってても結構同じだったと思うんですよね。あ、本当にやれなかったんで。まあだから、うん、まあしょうがない、しょうがないですよね。でかいっすけどね。でかい、うん、なんかこう大きい額になればなるほどなかなかうまくいかない傾向に、うん、そうなんですよね。なんかあるっすね。なんかそれがやっぱ勝負弱いっていうねことだと思うんですけど、よし、戸塚県行きましょう。戸塚県、せっかく来たんで僕、全然します、全然します。もう行きましょう。手塚君、マジで行くの？10万。これ、これ本当に昨日待ったやつなんで、ギャンブルで上がった金なんで。うん、返済でも、はい、返済が、これです。いや、まあ、当てればいいんで大丈夫です。これはで、この100万円はギャンブルとは違うところから出てきたお金でもあるから、はい、なんかそこはみんなにお裾分けしたい。なるほど、心の防波堤っていうんですか。あ、家賃全部払った後に次の日負けたら、なんかどこかで、いや家賃払いだから OK とか、なんか心のこう落とし所みたいになると思うから。めっちゃ喜ぶよこれ。でけえな。でマジででかいよこれ。でかいな。でマリオ全部で、これはもう使わない家、ね、この辺置いてきますか。はい、まあまあちょ取れば、ね、取れば、ね、逆にちょっと待って、ちょっと待って、はい、これ修理だって。修理何し、これ今見直し入ってます。見直しです。回収じゃなくて見直し。ちょっと待って、いつもありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、見直してね、回収じゃんこれ。だってマリオありがとう。マリオありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、マリオ一番いいね。ちょっと待って、塩加減ありがとう。ちょっと待って、こいつらのことは絶対忘れない。絶対これで回る。お前やばいことだ。え、これ いくらあんのこれ。数える必要はない。入れた時分かる。全通すごい魂を振り持ってる。3 4 4。もうこれはもう相手で、今相手で絶対やる。俺はこれ3から3連敗。安いから。いやいや、金額のセリフ3から3連敗。あとこれ残り、残りお前1個。
もうほんと全部がゼロっす。ガチのゼロ全部いった。あとは取るだけ、取るだけ、はい、絶対やれるっす。このみんなのパワーあるんで、これでいきましょう。こいつらがついてるんで、マジ持ってこい。アメリカにとっても、はい、あの前日がかかった、はい、究極戦、はい、これマジで当てるっす。もう目が全然違うよさっきと。本当ですか。やっぱ違うね、魂乗ってると。いや、こうやってアメリカがね、魂乗せてくれたのがやっぱすごい嬉しいですよね。普段ね、アメリカ出してないじゃないかとか言ってるやつですけど、本当金ないんで、金あるときは本当出してくれるやつなんで。さすがにね、負けで終わりたくないですか。今日しかないんで、ジョイさん。そうですね、この2人がやることだって今日最後なんだから。そうっす。おーい、おーい、ゆうさん、中野さん、さあ、まず持ってこい。よし、頼む。ありがとう。よし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 、全然悪くないです、全然悪くないです。ナナが逃げてるのだけ怖い。これ2100なんだよ。まあ3もいい、3も悪くない、3も悪くない、12も悪くない。よし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 、よし、マジ頼む、マジ頼む、全然いいよ、全然いい、全然いい。銃だけは本当に勘弁してて、夜の手をは、どこにも入ってないから、はい。よーや、来てるよ、来てるよ。7押してるわ。3もないよ、3もないよ。来てる、やばい。あ、9は来ていいのか。よし、3、3いいぞ。よし、3持ってこい。待ってくれ、待ってくれ、いや、分かんない。よし、どうなんだ、あるぞ、あるぞ、どうなんだ。けど、つかないかもしれないです。いやいや、でも11そんなにめっちゃ人気競技じゃないじゃないですか。11入れとけばよかった。嘘じゃん、進行でまくるしかない。ちょっとマジ頼む、マジ頼む、マジ頼む、トリさん、これで3万とか待ってたらな。そう、してるからな。行ってますね。22倍か。30万ぐらいだ、多分。で、3連単は70、7900、だから5000の40万、40万かな。いや、まあまあ、でもね、ナイスです、ナイスです。ゼロより全然いい。まあ、まだもう一発ありますから、順位です。
負けてやるしかないよ。やるしかない。まだ終わってねえな。まだ終わってないっすよ。繋いだ繋いだ。32番。こいつらちょっと分けよう。社長のところに、はい、でかいよ社長。社長のワイド9点。ワイド9点。1、10、11。穴です。で、6、9、12の。ダブルキャッチ、トリブルキャッチも見込める。いくらそうか。3万5000円です。はい。終わらせる。終わらせます。この世を終わらせます。ギャンブル人生を終わらせます。まずここきっかけになる。それが10番アメリカンライトです。アメリカンライト、アメリカンスポットライトが当たり、それ今日。そうですね、10番アメリカンライト。はい、今日の俺たちのレッドです。本当のラップですか。はい、最後笑って帰りましょう。お願いします。もう一度で現実だよ。俺がマジだね。当てましょう。ラスト。もうやれることやったんでね。はい。もうかけたんでね。もうあとは見るだけ。外れたら本当にオケラ。まあこれアメリカの魂10万回っていうのがね。いや、ちょっと疑ってるわけじゃないけど、まだちょっとあるよね。本当にもうないっすよ。本当にもうないっす。もし万が一、はい、このレース負けるようなことがあれば、ここにあるみんなのお金、ありがとうございます。みんなには内緒にしとくか。すいません、アメリカが着服しちゃってんだ。なるほど、それだけは言わないようにしておきます。それだけは。まあまあでも大丈夫です、絶対取れるです。みんなの思いがね、はい、が多分さっきのあれを呼び寄せたと思うんで。そうだな、はい、もう一度だけ、もう一度だけみんな力を。そのワイドちょっともうどうなってるのよ。1がスタート決めた時ズドンあるよ。お前アドベントイブあれだよ、はい、1はズドン。俺やっぱズドンしか狙ってないから、ズドンがある馬。まあ前もそうですけど、先々週ですか、長田です。長田です。はい。単勝。はい。そういうことです。当てるのは簡単。しましたね。しましたね。ここ滑るの100万負け。はい。しゃあ、本当にラストだ。ましたね。ましたね。本当に。あと1回っす。ここ1回させるだけでいいんだ、本当に。笑ってくれ。安藤社長。頼む。さあ出ろ。よし。もう1で出る。よし。よしよしよし。よしデムチで出る。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよいいよ。よし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 。はい。14だけやめて。アメリカンライトいいぞ。アメリカンライト。もう11もいいぞ。頼む頼む頼むマジで。しましたね。1もいいよ。12、6、14。もうズドンなんで僕らは。しまってこい。1番マジでいい。そこにいて。6なんか抑えてない。つわもの。そうですね。抑えてる。10、10も抜いて悪くはない。
ちょっと後ろ押してるな、10ねえわ、11もいいわ。1ねえわ。よし、11来てる。11上がってきますよ。よし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 、11よし、11いいぞ、手応えいいぞ、11持ってこい、ダブルキャッチあるぞ、11刺せ、119か10だぞ。あれアメリカの人9なの？ええ、マジ？あ、じゃあ9か。1投来ちゃった。1投来ちゃった。ノーブルジャック。1投来ちゃった、4番。誰？6、4だ。おい、ノーブルジャック7枚ついてる確証。だる。6だよ。1着が6っすね。いや、今日はね、ギャンブル負けて楽しかったなかなかちょっと言いづらい。やっぱりちょっとバンコクの、まあ、バンコクさん、ちょっと本当に、まあ、見てたらなんですけど、ちょっとまあ、リゼロじゃないですけど、もう一回やり直させてください。死に戻り、死に戻りしたい。もう一回100万ください。もう一回やり直して、本当にやり直して、本当にもうギャンブルのやれない日にお金を持ってるともうこうなっちゃうよな。もう後悔してもしきれないですけど、もうしょうがないんで、お金の金額が上がるだけで、なんか馬券とかも別に今外したことが俺とかアメリカがまあ悪かったんですけど、馬券がとっちらかるんだよな。それはめちゃくちゃ思いますね、うん、金がない時ってやっぱ金がないことによって絞れてたりとか、うん、そっからって思うんですけど、金があることによって、まあ、最後のレースに限ってはもうこれで行こうよって行けて、まあ、それで結局まずけましたけど、それまでとかはこのパターンも軸3本ぐらいあったもんな。確かにそうですね。でそのお金があることが日常じゃないんで、その100万円とか競馬で使うっていうのがもう、どうしたら、なんであんなことになっちゃうんだろうな。思い切って単勝に50とか行けばいいじゃないですか。行けないんだよな。お金がないときは行けるんですよ。1万穴に1点とか1万円なんつって。ただ30万を5倍の場所に置けない弱さっすよね。何かが足りない。まあ勉強になりました。多分三、まあ多分30ぐらい多分戦うじゃないですか。25とか。多分変わらないんです。その100と勝負するやり方は多分ビビって散らかしちゃうと思うんで、まあいい経験になりましたね。ただ本当に悔しいです。本当に。ゆうたか本当紹介かしてください本当に。でもこうなってくると。みんなのやつ使うべきじゃなかったな。まあそれはそうですね。あげときゃよかったな。リアルですね。いろいろと。ちょっとしてくれって。ちょっとかしこ。なんとか、もう俺もできる限りのことは、もう魂見せてもらったから今日は。俺もできる限りのことは。5でいいんだよ。ちょっとしてくれって。本当にせっかく好きです。ゆうたか、昨日せっかく勝ったんすよ。せっかく勝ったんすよ、ゆうたか。
ないっすから、俺人生初っすよ、4万5000発。わかったわかった、とりあえず飯食いに行こうぜ。じゃあ飯は食いに行きますけど、ちょっと待って、勝った金だからね。うん、ほんと 5でいいんだよ、ほんとお願いします。5万。バカじゃん、無理でしょ、その子。ごはん、これくらいになってきました。あーしサンディーソンキーほんと、ゼロ、ほんとゼロっす、今、ほんとに。日々成長だな。帰りますか。帰りましょう。いやー、ほんと、またリベンジしましょうよ、絶対に。しましょう。ここでやめずね。ちょっと答えたな。マジで本当になんか50-50で本当のこと言うと、なんか分けたりとか、もうみんなでなんか旅行だとかって行こうかって話したんですけど、実際100だと限られるんですよね。だからもうちょっと100と200で全然違うじゃん。まあまあ、でも俺はでも勝ったのは2人なんで、ワンチームワンチームだけど、俺はでも2人に使ってほしかったから。これ使ったって言うんだもんな、ギャンブルで。きついよな。参ればね、最高ですけど。まあ、やり直しましょう。うん、チャンス生かせずってことで。はい。うん、いつかリベンジしましょう。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。